辛坊治郎サンデーキッス7時台、ここからはゲストの方にお入りいただきます。今日のゲストは今月1日に著書深夜高速バスに100回ぐらい乗って分かったことを出版されましたフリーライターの鈴木尚さんです。こんばんは。どうもこんばんは、鈴木尚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルがまず長い、ういうあの、はい、YouTube をご覧の皆さん向けにカメラを向けてみます。あ、どうもです。なんですか、その、 あのトレーナーの線と線と線気になりました。これイタリア語らしいですけどね、このフィール、フィーリング感じるみたいな意味らしいんですけど。そうですか。この別にあのスーパー銭湯の。いやでも僕銭湯好きなんで、あ、銭湯に来てこうと思って、ううそれで買いましたね。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。どうします。はい、わざわざすみません。トレーナーさん。はい、それでは、でちょっと本見せてください。はい。これ何ですか。あ、深夜高速バスに100回ぐらい乗って分かったこと。ちょっと自分でもうまくたまに、ま、言えなくて間違えることがある長いタイトルなんですけど。ですね。深夜高速バスに100回乗ったんですか。そうですね、あの僕今大阪に住んでるんですけども、東京に実家がありまして、はい、で東京大阪間を、ま、移動する際に高速バス、夜行の高速バスがものすごい安いんですよ。うん、でちょっとそんなにお金がないもんで、片道2000円台とかで乗れたりするんですね。ああ、私もそういうの乗ったりします。順番に行きますよ、順番に行きますよ、順番に行きますよ。え、大阪住んでて実家が東京で、はい、フリーライター？そうなんです。なんで東京でフリーライターやってないんですか。それがちょっと家庭の事情で大阪に5年前に引っ越してきたんですよ。家庭の事情ってどんな事情ですか。それから、奥さんが、はい、まあ、大阪出身なんですけども。結婚してるんですか。そう、してるんです。今でも。今でも奥さんに逃げられてないんですか。まだ大丈夫なんです。そういう事情なんですけど、ね、ギリギリそんなことどこで知り合ったんですか。まあ、東京で知り合ったんですけど。東京で知り合った、で奥様の実家が関西。そうです。ああ、ほんで僕も東京で勤めをしてたんですけど。勤めをしてた。してたんですが。何してたんですか。そこね、 IT 関連のこうネット広告の会社に勤めてまして、うん、なんですけど、ああいう仕事ってその時流の変化でこうなんていうんですか、結構浮き沈みが激しくて、まあ、会社今も頑張ってるんですけど、なんか僕がずっといつまで働けるかちょっと不安だなみたいな話を家庭内でしてまして、はあはあ、そんなんなら大阪にもう拠点移して、まあ、僕ずっとそういう物書きするの好きだったんで、そっちの仕事にこうシフトしてみたらどうかみたいなことで来たのが5年前だったんですよね。でフリーライターになられたんですよ。思い切って結構人生をこう。ちなみに今おいくつぐらいですか。僕40歳にちょうどなりました。40歳ですか。じゃあその今までそのフリーライターになる5年前までの経歴をじゃあ教えてください。根掘り葉掘り聞きますから、ね、やばい、なんか面接みたいじゃないですか。いやいや、別に大丈夫です。全く採用とかそういうのないです。採用されない、はい、されないです。採用されない面接だと思ってください。もともとどこの出身ですか。東京育ちです。東京都内、はい、そうです。東京生まれの東京育ち。そうです、はい。東京のどの辺ですか。東京、ね、の中央区っていうあたりで。中央区、はい、中央区って知ってますか皆さん。東京の真ん中なんだよ。だから中央区なんだよ。そのままですね。そうです。いや、まあ何もないところ。中央区、中央区、はい、いや私今ね、深層ニュースっていう番組を9月30日から始めて、はい、住んでるところが中央区なんです。あら、そうなんですか。あら、近所さんかもしれない。中央区もいろいろありましてですね、はい、昔からあるとしたら月島なんかも中央区ですよね。そうですね、もんじゃ焼きで有名なところ、ちょっと下町とか、はい、ダウンタウン下町っぽいですね。うん、ですね。そういうところもあれば、今度のオリンピックの選手村のできる晴海とか見本市会場のある、うん、あの辺も中央区だし、勝どき橋のある勝どきも中央区だし、うん、あの辺結構中央区広いですよね。そうですね。浜町っていうのはそのあまりあれですか、あの隅田川沿いのエリアですね。あのね、ダウンタウンです。もうだから江戸時代の埋め立て地とか、そうですね。だから埋め立て、だから東京湾の埋め立てってものすごく古いのよ。だから月島のあるあたりってすごいダウンタウンっぽい、なんか東京の下町っていう感じなんだけど、実は江戸時代に新しく開発されたとこだったりするんだよね。海だったりね、まあまあそういうところで生まれて育って、そうですね。ほんで、ほんで。あ、そうでした。それで、まあ、だから東京で、まあ、育って、東京で暮らしていくものと思って、で、大学卒業して、まあ、でもフラフラしてはいたんですけど、まあ、拾ってくれる会社があって、そこに10年ぐらい勤めていたんですかね。はい。なんですけど、割とそれはなんか、自分の、まあ、本当にやりたいこととは違う仕事をしていたというか、まあ、そういうと会社にあれかもしれない。でなんか文章を書きたいっていう夢はいつもあったんですね、はい、でまあそれをいつか叶えたいとは思っていながら、っていう
感じですかね。おう、それで、はい、じゃあまあ、 大阪に奥さんと一緒に来るのと合わせてもうフリーライター、フリーのライターさんで一本やっていこうと。やっていこうと。やっていこうと。どうですか、ライターって食えるもんですか。いや、それがもう全然食えないですね。当たり前ですけど、最初その大阪に来てフリーライターですって一応名刺は作ったけど、その仕事はないわけですよね、まずは。つてもなくて、細々と一個ずっと書いていたウェブメディアがあったんですけど、そこに月に何本か書けるぐらいだったんですよ。でもうお金も全然ないし、ちょっとまあ肩身も狭いですよ、家庭内で。あ、なるほど、基本的に奥様が大黒柱みたいな。そうですね、はいはい、いいですね。めちゃくちゃ情けないです。それはそれで夢じゃないですか。で、時間はあるから、もう昼間から何しててもいいというか、うん、まあ、取材にだから出かけなきゃなっていう。ああ、一応ライターだから取材しないと、そうですね、何か面白いものないだろうかっていう、そういう、まずお金あんまりなくて時間はたくさんあるっていうのが前提でできた本なんですよ、結構。そのそれで、まあ、実家のある東京に、はい、高速バスで帰ると、まあ、そっちの友達がいるんで、なるほど、ね、少し会いたく寂しくなると言ったりして、で、これ高速バスの話だけでこれ結構字がいっぱい詰まってますけど、立派な本ですが、うん、これ全部高速バスの話だけでなんですか。では全然なくて、もう最初の一編だけがその高速バスの話なだけなんです、はあはあ、あとは、あとは、まあ、私がその大阪東京間をこう行ったり来たりする中で、まあ、その 7,8 年ぐらいの中でですかね、取材してきた記事、はい、いろいろなところに書かせてもらったコラムを集めたものという、うん、そういったニュアンスになって、これを読むと、主には大阪の話ですかとか、そうですね、神戸あたりの飲食店を取材させてもらった記事、コラムなんかも結構ありまして、写真も結構載ってます、ね、絶対ね、女の子にモテると思うよ。ん、何ですか。女の子にモテますよね。いや、もうそんな、全然全然。なんでそう思ったんですか。いや、それはだってその美味しい料のお店の知識とかさ、そのお店食べに行った時のそのお店にまつわるうんちくとか語れるじゃないですか。語れる。ああ、確かに。語れますよね。語れ、これ読んでいただくと分かるんですけど、結構行ってるお店がなんか決してそのデートに使えるようなっていうと、お店に失礼ですけど、割とその庶民派のお店ばっかりなんですよ。いや、庶民派のお店が好きな女の子もいらっしゃいますか。いますよ、意外とね。ジュリアちゃんなんかね、あれですよ、高級なお店もいいけど庶民的な店もいい。そうですね、わがままです。わがままです。いろんなこと知りたいって、ヒントにはなるかもしれない。でも相当その割と、なんていうんですかね、なんか歴史を感じる、ちょっと少し傾いたようなお店だったりする。ちょっと汚いお店ですよね。それちょっと取材させてもらった店に失礼だろ。ちょっと今どうしても言葉を選びきれなかった。ちょっとこう椅子が汚れてたりとか、そういう感じですね。味わい、それが味なんです、味わいですよね。で、味わいの深い店ね。味わいの深い店で、お店の方も本当にそう、なんかこう素朴な感じで、で、まあ、そういうとこに長くいるのが好きなんですよ。もう瓶ビールをこう頼んで、お客さんもそんな来ないお店が多かったんで、そのじっくり話を聞きながら粘るっていう、そういった時間を結構書いたりしたコラムも収録されてますね。じゃあまずそのタイトル作品からいきましょうか。深夜高速バスに100回ぐらい乗って分かったこと。さあ、お二人どうぞ、いろいろ聞きたいことあると思います。えみこちゃんは高速バス乗るんですか。乗ります。えみこちゃんみたいなモデルさん高速バス乗ると周りの客がめんどくさくてしょうがないですよ。嫌だよね、こんな綺麗なお姉さんに横に来たらさ、ね、なんかちょっとドキドキして落ち着いて寝てらんないよね。それ、いびきの一つもかけないよね。そんな意識します。いや、なんか遊びに行こうって思って、その高速バス見ると平日とかだったら本当に2000円とかで乗れるんですよね。それで行くんですけど、なんか、はい、とディズニーランド行ったりとか、まあ、あと東京から USJ に来る方とかが乗ったりすることも多いですよね、若い方で。でも結構疲れません？結構疲れるんですよ。その、まあ、一応男性と女性は一緒にならないように、まあ、分けてくれてるんですけど、例えば私だとしたら、その隣、あの4列シートって言って、もう本当にぎゅうぎゅうの路線バスみたいなシートなんですよね、はいはい、一番安いのは、はい、そうすると隣に知らない男性が乗ってくるわけなんですよ、必ず。それって結構その窮屈だし嫌じゃないですか。一晩共にするというか、いびきとかとかだとしんどいですよね。共にするだって横に座ってるだけだろ。いや、でもありますよね、いびきとか。いびきとか、あのちょっと体格の服用感の方だったりしたら、結構私一度体格関係ないのに
体格関係なしで同じ値段は不公平だよね。それあるんですよ。体重制にしてくんないかな。1キロいくらとかさ。まあでもしょうがない、ないっていうか、それも。まあ自分もね、迷惑かけることももしかしてあるかもしれないで、響きかけでもね、乗り物乗るときね、体重測るケースもありますよ。ヘリコプターとかね、私あの昔セブ島、いやセブじゃなくてフィリピンの離島に行くときに、うん、あのすごいドローカルのセスナみたいなちっちゃい飛行機に乗るときに、要するに体重制限があって体重計にとりあえず乗らなきゃいけないんですよ。そうしたら私なんか別に何もないから乗るじゃないですか。その欧米のすっごい太ったおばちゃんがですね、体重計に乗るのすっごい必死に拒否してて、いや乗らないと飛行機乗ってくんないからみたいな。拒否はできる、できないですよね。できないです。重量で、はい、重量も乗らなきゃ。傾きますしね。そうそう、ヘリコプターなんてバランス取らないといけないから、ね、バスだって傾かないか。そうだ。それ感じますね、確かに。そうですね。なんかなるべくこう左右で体重を均等にした方がいいかなって。私よくね、小学生の時にディズニーランドに、うん、あのいとこのお姉ちゃんと行ってたんですよ、夜行バスに乗って。ま、その時たまたま前と後ろに、うん、あの夫婦がなぜかこう、夫婦だったんですけど、なぜか間私だったんですよ。で、はい、結構体格のいい夫婦だったんですね、はいはい、で前のおっちゃんがすぐガッと倒してきて、はい、私も小6とかですよ、はい、あのもうこの顔スレスレまで倒してきて嘘でしょと思って、うん、私も同じぐらい下げようと思って後ろパッて見たら、あのお腹の大きな、ね、あの女性の方がいらっしゃって、下げられないんですこの状態でって挟まれてね。そう、ちょっとそういう思い出があって。辛いね、それ。そうなんですよ。そういう時はどうしたらいいんですか。リクライニングはめちゃくちゃ難しいんですけど、最近バス会社によっては、うん、もうリクライニングをもう皆さん一斉にしてくだ、フルにしてくださいってアナウンスしてくれるところも。一斉にフルだから。そうですね。もう そうなればもうできるじゃないですか。後ろの気を使わずに。後ろが大きい人だと倒せないですか。それはちょっと特別かも。それはしょうがないかもしれないですけど、まあ、できる限り倒そうっていう、一斉にって言ってくれると結構楽なんですね。それ、まあ、気楽ですね。それいいサービスですね。それね。大体気使うと損してしまうというかね。でもなんかその隣に誰が乗ってくるかもわからないし、だからその人と朝まで、まあ、一緒に起きるといなきゃいけないんで、いや一番ね面倒くさいのは多分ね、その太った人にもずっと喋ってる人、頼むよ俺寝たいんだよっていう。そうですね、あんたもうちょっとダップってくれないって、そういうケースありません？まあ、一応もう真っ暗にして寝てくださいって感じのアナウンスが流れるんで、そってる場合じゃねえよ、ね、でなるけど、でもあの何ていうんですか、イヤホンで音楽聴いてるのが漏れ聞こえてくるのが、まあ隣友達同士で座ってるところの死語が聞こえてくるとかはやっぱありますね、なかなか。でもそういうのも何ていうか、それにこうイライラしてたら眠れないじゃないですか、うん、だからもう許すっていう方に、許すおおらかな心を持って、最近のイヤウィスパーみたいな、あのキューッとねじって耳の中にガッと掘り込む強力なあの店あるじゃないですか。ありますね、あれ結構音遮断できますよね。できますね。あれは必須かもしれないですね、乗るときに。イヤウィスパー知ってます？知らない。知らないの？はい、あの今度貸してあげるよ、なんか彼氏ができて、彼氏はすごい素敵な人なんだけど、最大の欠点がいびきだっていうケースはその強力な耳栓があるんですよ。今の耳栓すごいよね、あのウレタンみたいな感じなんだけど、はい、こう指でキュ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 ってやるとすごく細くて小さくなるんですよ。それを耳の中にカンって入れると耳の中でクッって広がるの、ね、そうするとほとんど音聞こえなくなる、うん、すっごいよこの耳、最近の耳栓は。へ、自分の耳のサイズに合った形でパッと開くんです。そう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 、隙間もない状態、はい、隙間なく完璧に。これあの何回も使えないんで、使い捨てに一応なってるんだけど、まあ、使えることは使えるんですけど、だんだん劣化してくるから、あんまり聞かなくなってくるんだけど、最初の 1,2 回はむちゃくちゃもう何にも聞こえなくなるぐらい。ただ問題はあの目覚ましや一つ二つじゃ起きられないみたいな人はこれ使うと目覚ましの音が聞こえなくなっちゃうからね。じゃあダメだ私。あそういう人は大丈夫なんです、はい、目覚ましで目が覚めない人はそもそもいびきかいてたって寝られる人だ。あ、そうです、はい、そうです。でも自分が設定した目覚ましに気づいてない人もいるんですよ、結構。そのバスの中で5時ぐらいに鳴り出して、でずっと止まらないみたいな。
その大体早朝5時6時あるあるだな、うん、あるあるで目覚ましかけてる人が自分で自分だけ周り全員起こしといて自分だけ起きないっていう耳栓してるのかもしれないですよ、まさに。そういういろいろな苦労がある乗り物なんですけど、はい、その中でだからまあおおらかな気持ちで過ごそうっていうことを書いたのがその最初の、はい、冒頭の1回100回乗って分かったことって他にどんなことがあるんですか、うん、そうですね基本的に、はい、あの深夜バス愛してるんですか。あの辛いですねなんかすごく好きなのかなと思ってます。できればもちろん新幹線の中だからたまに乗れると本当夢の乗り物だなと思って、うんうんうん、分かります。動き回れたり、はい、でもそれの感覚って大切ですよね、はい、普通に新幹線で移動してるとそんなものありがたさなんか全然感じないけども、はい、そうですよね。でも東京大阪間を3時間弱で行けるってすごいことだよね、はい、すごいことです、うん、僕だからあの小玉の方が好きですもん。その長く乗ってられるんで新幹線が好きすぎて安くてたくさん乗れるからいいじゃん。そうですそうですね、うん、中でねお酒飲んだり。だって新幹線がなかった時代があるんだから、うん、俺ら子供の頃新幹線がなくて、うん、えそうなんですか。えじゃねえよ、はい、なかったですよね。あったけどね俺小学校の時あったんだけど、はい、高かったからか知んないけど俺大阪の親戚に来るのに夜行の六甲っていう電車が走ってた時があって夜行列車で大阪まで来たことありますよ小学校の時。当時新幹線はあったはずなんだけど多分高かったんじゃないかと思うんだけどな、わかんないけどなんかその夜行の六甲っていうので大阪まで来た記憶がものすごいおぼろにありますね。そうですね。割と昔はそういうずっと電車でも乗ってなきゃいけないとか結構苦労があったんだと思うんですけどね。今はその経験しようと思ったらもう、鈍行列車で東京大阪間も走ってないから、うん、だからもうそれはバスしかないんだよね。そうまさにそうだから一回なんか修行だと思ってみんな乗ったらいいかなと思いますね。高速バスな高速バス貴重な経験だと日本でも高速バス乗ったことないわけじゃないけれどもねタイで旅行してるバックパッカーの頃ですね、チェンマイからバンコクまでっていう高速バスがあったんです。これ東京大阪間より距離長いね、これベンツの高速バスなんだけど、これがベンツの高速バスなんだけどものすごいスピードでぶっ飛ばすのよ。これもう生きた心地がしなくてこれ絶対事故ったら死ぬっていう あの恐怖感まで夜中にあのドライブインみたいなところ止まるんだけどドライブインみたいなところでバナナの葉っぱにくるまったおこわみたいなものを食いに来るんだけどこれなかなか情緒かな。これバンコクの深夜バス今度海外の深夜バス行ってるよ。そうですね、それで続編書かせて、うん、海外の深夜バスそうです。アフリカの深夜バスも結構面白かったですよ。あ乗られたんですか。乗ったことありますけど、どう皆さんギュウギュウ日本のバスが向こうで使われてるんですよ、うんうんうん、日本の店員の 2倍以上乗ってる感じです。狭そうギュウギュウそんなじゃあ隣り合った一人とかじゃないですね。じゃないです。だからもう深夜バスも贅沢だと思います。そうですね、それを考えるとね。確かにさっきあのもう何しても手全部消毒しなきゃいけないほど神経質でよくそんなバス乗れた。場所によります、場所によります。しょうがなければそこ順応しますから。その環境そこの場所に行ったのもしょうがないと思うんだ。そうです、うん、それでは一旦ここで音楽を聴きいただきましょう。ジャニス・イアン Will You Dance。 引き続き今日のゲストはフリーライターの鈴木奈さんです。お願いします。あ、よろしくお願いします。ここからはちょっと本の内容を深掘りしていきましょうかね。ありがとうございます。どのようなことを書かれてるんですか。そうですね、本当に多岐にわたっていて内容、うん、結構バラバラでいろいろなメディアに書かせてもらったコラムが収録されてるんですけど、はいはい、例えば、はい、並んでも食べられないラーメン、友達の家の家系ラーメンを食べてきたっていう。え、並んだら食べられるんじゃないですか。違うんです、並んでも食べられない。僕いつもこう家でインスタントラーメン、あの特に袋タイプのインスタントラーメンなんか作って食べるんですけど、はいはい、ああいう時ってこう冷蔵庫の中にある残った野菜とかをちょこっと入れたり、うん、なんかその都度アレンジするじゃないですか、はい、でもそれってそのもう世界に一つしかないラーメンだなと思って、うん、雑に作ったりするんですけど、はい、ああいうものが結構面白く思えてきて、うん、友達の家で実際食べられてる、うん、普通の生活の中のラーメンを食べさせてもらいに行くっていうことをした、いろんな友達のそうです、ね、オリジナルラーメンを食べに本当の家系ラーメン、そうそう本当に家系、横浜の方に家系ラーメンっていうその何々屋何々屋ってこう、うん、のれん分けしていった家系ラーメンっていうのがあるんですけど、はい、本当のそれの家系
それ単に食費がもったいなかったから出してもらってるだけじゃないの。そうですね、相当ご馳走になりましたこの時は。でもなんか本当に素朴なラーメンで、しかもなんかねブロッコリーをトッピングするのがうちの流なのよとか。なるほど。そういうのあんまりラーメン屋さんでブロッコリー乗ったラーメン見たことない。そうですね、なんかそういう家ならではのなんか味わいがあるっていう。それで言うと辛坊さん聞くといいと思いますよ。辛坊さんのラーメン得意料理ですよね。そうですね、ラーメン得意ですね。どんな家系ラーメン食べられてる。どんな家系ですか。基本的にはですね、麺よりも野菜の方が多いですね。あ、で麺より野菜の方が多いんですが、まあり合わせなんだけど、結構ねキャベツとか好きなんですよ。キャベツ白菜、まあ、白菜があればいいんですけど、白菜が意外と冷蔵庫の中には必ずないんですね。であれば白菜がベターなんだけども、白菜がない場合はもうキャベツでもいいんです、もやしがあればもうそれはベストなんですけど、だってないことがあるんだけど、意外とピーマンは必ず冷蔵庫の中に残ってますよ。パプリカがあればパプリカもいいんだけど、やっぱりまあグリーンのピーマンが一番ですね。グリーンのピーマンベースに、理想言うなら白菜と人参と椎茸を入れて、割とね麺はクタクタになるまで茹で、で最後にあのスープを本当は火止めてからじゃないと入れちゃいけない粉スープを先に粉入れて、一瞬ガッと煮立てる直前に卵をパンと入れて、卵をぐるぐるっとかき混ぜてかき玉風にして、沸騰する直前で火を止めて丼に入れて、最後にあのごま油をたらっと垂らすんですよ。香りもいい。それで庭にプランターにネギを大量にうち栽培してるんで、その大量に細ネギを取ってきて、それを山盛りネギを上に乗っけて食べるのが完璧です。想像以上でしょ。想像以上です。なんか今ちょっと美味しそうだなっていう。すごい美味しいですよ。ごくりとつばの。札幌一番の塩ラーメンです。あ、それで。はい。っていうようにこうなんかそれぞれすごい実はある。いや美味しそうなラーメン。はい。いい食べたかったらどうぞ。そう食品に困った時にでも普通その食べられないじゃないですか、その食べさせてって言わざわざ、もう相当仲良くないといけないと思うんで、それをこう取材してみたら面白いかなって思ったのがそれだったり、あとはそうですね、唐揚げ何個食べたレベルまで飲み代を厳密に割り勘する飲み会はどうかって。すごいんですよ。嫌ですねそれ。これはね違うんです、あの何個食べたって。いや僕酒が好きで飲みに行くんですけど、飲み会の会計といえば割り勘がまあ多い。まあまあ大体、まあ、女性なんかするのあれかもしれないですけど、最近そうらしいですね、最近そうらしいですね。違うのかな、なんかいや私みたいな仕事してると、そういういくらなんでも割り勘にできないから。あ、そうか、いろいろ立場が、まあ普通はうちの子供なんか聞いてると、やっぱり今の若い人は割り勘が当たり前らしいですね。そうですね、誰と同世代の友達たちと、まあ、飲みに行くと割り勘が多いんですけど、限度がありますよ。でもすごい飲むやつと、あんまり飲まない人も、まあ、割り勘って一緒じゃないですか。まあそうですね、お酒飲む方と飲まない方っていうの、飲まない方で、まあ、お酒飲む人と飲まない人は割と差をつけたりしても、つまみどれぐらい食べてるかとかはそこにいい子なしじゃないですか本当は。本来それをこう厳密にこう計算機で計算して飲んでみたらどんな結果になるかなっていうのをちょっと一回だけその一生のうちでやってみたかったんですよ。そうさ手間の方が大変だろう。ねえ、そうそう。でもね明らかにどの飲み会行っても、はい、お前絶対こいつ割り勘負けしないっていうかさあのもうこいつと一緒に行くのだけは嫌っていうかこいつと行った時にはもう行く時に覚悟決めて割り勘でもここもう明らかにそいつ一人で飛ばして食ってるやつとかいるよね。いるでしょ、いるんですよ。俺知ってるので H 君ってのがいいんだけどさ、これはもう必ず、ね、もうそいつと一緒に行くともう食べるもう始まる前から絶対は負けちゃう。俺どんだけ頑張っても負けるっていう。そんなフードファイターみたいな。いやいや、ほとんどフードファイターなんで、競争になってフードファイターなんだよその H 君は。へー、若い時から割ともうお腹いっぱい落ち着いた、みんな落ち着いた雰囲気だろうって時に、じゃあ次はとか言っておつまみをねまた3皿ぐらい頼むやつもいるわけですよ。で一人で食べるっていう、それをこうちょっとそれって誰が得して誰が損してるのかなっていうのを飲みを会計した後に計算機でこう弾いてやってみたら、僕割とその損してる側だったんですよ。あんま食もそんな細くって。なるほど。だからそれを知れてよかったですね。知れてよかった。今までずっと損してきたんだなみたいな。
あその点ね、こんな生活してて、私基本的にほらもう出さなきゃしょうがない社会的立場だったりするじゃないですか、それすごく気が楽なのは、必ず最後の方にデザートとか頼むの、これ割り勘だったら頼みづらいよね、だってデザート俺しか頼んでないのにさ、しんまさんまたアイスですかとか言われるんだからいいじゃねえか、俺がどうせ金払うんだから本当は自分の好きなものが食べられて、これ割り勘だったら逆に気使うんだろうなと思うことはあるな、それいいですね。お酒あんまり飲めないその女性にも参加してもらったんですけど、この時、その時その方はデザートで毎回調整すると。なるほど。なるほど。私はデザートをもらえる権利あるよね。ところがね、そういうフードファイターみたいなやつはデザートまで食うんだよ。じゃあ俺も。お前そうそう。お前これでまだデザート食うみたいな。違うんだよ。いやそうなんですよね。あるある、割り勘に合わせてでも食べる量調節するってなんかちょっとよくわかんない、ね、何のための真似はおすすめできないですけど、いや、できないですけど一回ちょっとやってみたら面白かったですね。だからね、そういう意味ではね、お金がありすぎると人生楽しくないかもしれないよ。それある程度お金が限定されてるからさ、そういう遊びもできるわけで、これがもうむっちゃお金が、いや何百億もお金がありますって、別にどこで何食ったって何の心配もありませんじゃん、楽しくないよな。そうですね、そうですね、たまにのご褒美とか、その飲み会もそういう風にして、あははって笑ってまた普通にその後飲み直して、もう全然それはただ遊びですからね、一つの遊びだけどな、こいつやっぱりこいつやっぱり唐揚げ一人一つ必ず一個多く食うよなとか、割と引きずっちゃう、みんなそうそう、こういうの思いながら言わないけど、ニコニコ笑いながら、こっからはな普通にして割り勘だからって言いながら、こいつやっぱり絶対俺いつも割り勘負けしてるよな、食の恨みは怖い、割と引きずりますけど、そうそうそう、もそもそ考えながら、そういう素朴な感じ、他にはどういったものがあるんですか、ネタで言うと。そういった、あとね、例えば、こう遊園地、ディズニーランドに行ったけど入れなかった人のためにっていう、ディズニーランド入れないことがあるんですか、入場規制かけてるとか、ね、いや、これは、いや、これも、まあ、お金のない遊びなんですけど、ディズニーランド入りたいんですよ、もちろん入りたいんですけど、ディズニーランドに行ったけど入れなかったという体で、こう周りを散策してみたらどうだろうかと、遊園地の周りってなんか閑散としてるイメージ。ディズニーランドはね、入らなくても周りにショッピングアーケードのでっかいやつがあるから、イクスピアリス、そうそう、あそこ行ってもそこそこ楽しめるよね。そこそこ楽しいんですよ、だしね、結構みんな誰も、まあでも住んでる方もいらっしゃるんですよ、あの辺住宅で、結構大きな公園があったりアスレチックがあったり、普通ディズニーランドに行く人はそんなのあんまり目に入らない場所を散策して、なんかうろつい回った1日の記録とか何を得られました、なんか、ね、回ってみて割と楽しかったんですよ。で、そのイクスピアリとか応募で割とディズニー感のある風景はあったんで、なんか最後終わって帰ってきたらディズニーランド行った気分になる。イクスピアリは確かになる、なるなる、もう、もう基本的にディズニーランドの付属施設だからね。そうですね。まあね、雰囲気はそう。駅からその入場までの間にある店ですよね。そうですね。ショッピングモールとかレストラン街とか。でも反対側の改札の、もう小さな改札もあるんですよ。その誰ももう住んでる方しか使わない。はいはいはい。そっちもまた風景が面白かったりして。なるほど。なんか遊園地行って好きで、まあ、行くこともあるけど、なんかその外にはこういうもまた風景が広がってるのかっていうのが結構発見で。なんか楽しかったり、それをいろいろ USJ でもやりましたし、まあ、ここにそこでは収録されてないんですけど、豊島園っていう東京の、はい、豊島園ね、豊島園はね、カルセルエルドラドっていうね、すごい回転木馬があるんですよ。古い、はい、この乗りました？乗ったことあります。このカルセルエルドラドっていうのは、あれアメリカから輸入したのかな、回転木馬が、昔ながらの本格的な回転木馬があるんですよ。ここに昔はね、アフリカっていうね、こう乗り物で入っていくアフリカがこう再現されてるところやつがあったんですけど、これはもう閉鎖されてなくなっちゃったんですけど、意外とこの車で乗っていくお化け屋敷の中で、豊島園のお化け屋敷はかなり怖い方のお化け屋敷ですね。であそこサイクロンっていう昔のジェットコースターもあるんですけど、豊島園語らせたら俺長いよ今そんなに出てくるんですね、アトラクション。豊島園、あそこ昆虫館もあるしね。ああ、ありますね。あるでしょ。豊島園はね、でまたプールが奥が深いんですよ、これが。基本的にプール開きの東京のテレビ局が取材に行くところは大体豊島園。結構通われてたんですね。はい、私関東方面の遊園地、まあ、関西もそうですけど、私遊園地大好きで、もう日本中の遊園地行き倒した。意外。
はい、関西でもただの遊園地っていうのが、うん、ちょっと一昔前はもう閉鎖されちゃった琵琶湖タワーっていうのは入園料がなかったんです。それが今でも生駒三十遊園は確か、はいはいはい、あそこ入園料今でもただですよね。それから神戸にはエキスポランドじゃなくてポートピアランドっていう老舗の遊園地あったんです。これなくなったでしょ、あやめ池遊園地は、あやめ池もなくなりました。あやとっくになくなったんだけど、それこそ奈良ドリームランドがなくなり生駒三条生駒だけはやってます、うん、伏見桃山キャッスルランドなくなり、阪神パークなくなり、宝塚ファミリーランドなくなり、うん、エキスポランドなくなり、ポートピアランドなくなり、あやめ池なくなり、今年の秋にはついにあそこの、私の ホームポートの丹野川の南の方の三崎町、あそこも三崎公園ももう閉鎖になるんですね。だからもう遊園地全部なくなっちゃったの感じだよ。どんどんなくなってる。そうか、そうか、じゃあ外をうろついてる場合じゃないですね。遊園地に入ってもっと利用しないと。いやだからもう遊園地なんか残ってないよ関西は、うん、だからヒラッパーと、残ってるのはヒラッパーと、ヒラッパーぐらいか、ヒラッパーと三条遊園地。そうだね、生駒三条遊園とヒラッパーだけだよ。だから三崎公園なくなっちゃった。あそこが最後まで結構ね、うん、頑張ってたんだけど、もう2つ。王子公園。王子公園？それ知らん。それ言ってない俺。ありましたっけ？まあそうですね。なんか一極集中とかね、USJ のもう一人たちみたいな感じだね。そうだね。関東はでもまだちょっとずつ残ってるのは、あの入園料ただ系で言うと、うん、あの後楽園遊園地、昔の後楽園遊園地、今名前変わってるけど、あそこはまだやってる。うんうん、やってるから。あそこにね。セブンドアとかっていうお化け屋敷があって、これもやばい。すごい、いろんな遊園地があって、お化け屋敷があるよね。カップルで行ってもっちゃ盛り上がる。遊園地アナリストみたいな。ちょっと遊園地から楽しいです。すいませんね、ごめんなさい、ゲストを前に俺がペラペラ。遊園地でね、盛り上がって、あのお知らせが今日あるんですね、はい、そうなんです。その11月1日にこの本、深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったことが出たんですけど、はい、また11月15日に、はい、続けて出すんですね。そうなんです、あのパリッコさんっていうちょっと変わった名前の、僕の大の仲良しの酒場ライター、お酒好きのライターの方、酒場ライターのパリッコさんっていう方がいるんですけど、その方と共著で2人で、作った本、読むお酒っていう本が、飲むお酒じゃなくて読むお酒、読む、そうですね、リレーで書いたこうエッセイ集、お酒に関するエッセイ集なんですけど、うん、それがあのイーストプレスという出版社から、11月15日に出る予定なので、またそちらも合わせて読んでいただけたらと思います。あ、ぜひ、はい、いやこれなんかね、今こう喋りながらペラペラっと読んでみたら、うん、むっちゃ面白いこれ、はい、めっちゃ面白いこれ、暇つぶしに読んでいただくのがいいかなっていうものなんで、いいっすね、はい、こういうね、やっぱりね、あのね、あのもうなんかあの七面倒くさいこと書いてて、あとまでこれいろんな意味で残るっていうやつあるじゃないですか、うん、もうこれ、まあ、うわ読まなきゃよかったみたいな、そういうことが絶対ないもんね。そうですね、なんかすごいすごい、あ読んで楽しいっていう、なんかこうね、時間の使い方としてはすごくいいよね、うん、これね。と鈴木さんが撮られた写真も載ってますね、割と、はい、ところどころ写真は、はい、自分でいつも撮ることが多いんで、ね、結構なんかね、うまそうなんだよねこの写真が、焼きそばとかさ、うどんとか素朴なグルメがたくさん、そう、想像もできるので読みながらね、そうですね、いいですね、本当にいいお店ばっかりなんで、ちょっと神戸のお店なんかも紹介してるんで、よかったら。高い店ないんでしょ。ないです、ないです、もう、アットホームなおっちゃんが優しく迎えてくれるような店ばっかりなんで、ちょっと行ってほしいですね、はい、よかった、ありがとうございます、はいはい、じゃあぜひ行かせてもらいます、はい、ありがとうございます、いやいや今日はわざわざお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。お時間となってしまいました。ぜひご活躍を、はい、ありがとうございます、はい、頑張ります、はい、からも、ありがとうございます。今日のゲストはフリーライターの鈴木直さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お聴きいただいた曲はキスネームくめっちさんからのリクエストで、中森明菜ディアフレンドでした。くめっちさん、いつもお便りいただいてますね、ありがとうございます。はい、メッセージもいただいています。はい、しんぼうさん、ジュリアさん、えみこちゃん、なべたにさん、そしてスタッフの皆さん、こんばんは。ね、メンバーの一員になって、ラジオでは出演者で出てますからね、うん、そうですね、この番組の構成作家、YouTube ではなんか後ろうろうろしてるところが確かにジュリアさんの、ちょっと今後ろうちょろちょろしてみ、YouTube ご覧の皆さん、これがなべたにくんです。はい、いうことでございます、はい、はい、さて先日のといっても7月ですが、だいぶ前です ね、 ね、だいぶ前ですね。じゃねえじゃん、はい、放送で今度呼びましょうかとおっしゃっていた元読売テレビアナウンサーで気象予報士の中本彩子さんをそろそろゲストに呼んでいただけませんでしょうか。中本ちゃん、中本ちゃん来てくれるかな、はい、あのね、今でも有給は結構付き合いがあるみたいだから、じゃあ一遍来てもらおう、そうしよう、はい、
中本愛子さん、可愛いですよ。はい、中本ちゃんには、そこそこ年は年のはずですけどね。辛坊さんのタイプでしたっけ？僕は読売テレビの、は？あれ？タイプって言った人じゃなくて、いつそんな話が。タイプ、僕好きです。中本愛子ちゃんタイプは好きですね。うん、なんかすごい明るくてね、そこ抜けに明るいんですよ。もう多分ね、バカなんじゃないかと思うけど、そこ抜けに明るい子でしたね。取り柄ですね、そのね。うん、はい、あのアナウンサー30歳定年説のシーン、明るいんだけど多分ね、本当はものすごいベースの頭のいい子だったんだと思うよ。あのバカなふりしてった、ふりしてるんじゃなくて別に意識してバカなふりをしてるわけじゃないんだけど、うんうん、周りからはバカだと思われてたっていうか思われるような雰囲気なんだけど、実はものすごく頭のいい子なんだと思います、うん、はい、というのが私の印象ですが、まあ一遍来てもらったら分かりますから、はい、そうしましょう、はい、ねほりはほり聞いてくださいと、はい、リクエストが来ています。じゃあなんとかゆうきくんを通じてブッキングしましょう。はい、はい、ということで、はい、なんすかもうニュース後半やらないといけないよね。そうですね、そうですね、はい、後半戦です。はい、前半の続きでですけれども、日韓の問題でしたっけ、えみこちゃんの気になるニュース。今週の日韓の問題ね、わかりました。じゃあもう大々的にやりたいと思いますけれど、本当ショックだったよね、国防さん。あ、はい、あれ国保さん、国保さん、日韓の国保さんかと思いました。はい、国保さん、田代正史はね、はい、おいまたかって感じだけどな。はい、いろいろニュースありましたね。意外なこの男は、だけどね、すげえ才能のある人なんでもったいないなと思います。まあ、もともと笑える人じゃないからね、歌手だからね。シャネルズってあの鈴木雅之は好きなんだよ。うん、歌手としては鈴木雅之ね、ガラス越しに消えた夏、はい、はい、ロンリーチャップリン、うん、名曲ですよね。でシャネルズっていうのでランナウェイっていう名曲があるんですけど、これしばらくテレビで放送できなかったりなんかするんですよ。あの当時はそんなイメージなかったんだけど、うん、意識なかったんだけど、今も世界中で、うん、あの顔を黒く塗って黒人のふりをするっていうのはもうこれ黒人差別の最たるものだっていう認識なんで、うん、はい、今もうそういう格好はできないし、だけどシャネルズってデビューした時にあの顔に靴墨塗って全員、だけど別に差別するつもりなんかないですよ、うん、あのシャネルズの皆さんはあのブラックミュージックに憧れて、そこに近づきたいっていうことでやったんだけど、うん、当時差別の意識は全然なかったんだけど、その後の価値の尺度で言うと、うん、顔を黒く塗って歌を歌うということ自体がもうタブーだから、うん、だからもうこれ放送できないっていうんで、うん、まあ、いっぺんブラウン管から消えた時代があったんですよ、うん、まあ、それが原因だとは思わないけどね、それが原因だと思わないけど、田代正史容疑者はまた覚醒剤で捕まってですよ。だけど彼は才能あるなと思うのはね、うん、今回捕まったことでその更生してるって言った時にいろんなところでテレビとかビデオで撮られてるところがあってですね、うん、そこでアジアの純真の替え歌歌ってるんだけど、これがまた替え歌としてはよくできてんだよ。あのアジアの純真の曲浮かびますか？パフュー、あ、パフィー、パフィー、パフィーだよ、パフィーじゃねえ、パフィーでした、アミエミ、そうですね、はいはいはい、ちょっとなんか口ずさんでもらいます。あ、エミコちゃん言ってみようか。え、ちょっと私、ま、今曲が曲、え、曲が出てこない、読んでてこなくて、はい、てて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 、ほら、ちょ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 、あ、オッケーです、それでそれで大体皆さん、あの曲はイメージ湧きましたね。はい、湧きましたね。誰が湧いた？アヘン、コカイン、マリファナ、ヘロイン、たまにやってパーになって、あ、やらんふりしてたまにはやらないかっていうのを歌ってるんですよ。これ替え歌。え、推進してるってことですか？いや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 、まあ冗談でしょう。だから自分は構成してますよって。推進はしてないでしょ。推進してたら大騒ぎ。だけどこれは自分で、まあ余興とかアルバイトみたいなところで呼ばれて、まあもちろんそういうのやっちゃダメですよっていうキャンペーンも含めて田代正史を呼んで、まあ冗談ですよって言いながら、だけどこれがね、ダメだけどよくできてんだよこの歌詞が。さ、これ自分で作ったのことか知らないけど、そしたら才能あるやつなのにもったいねえなと、しっかり構成してほしかったなと思うのと、それからスノーボーダーの国保選手、うんうん、はい、まあ、容疑者になっちゃってますが、はい、あまり知られてませんけど、実はスノーボードの世界で彼はオリンピック出たというだけではなくて、はい、その後の指導者として実はすごい人なんですよ、この人。指導者として、はい、日本のスノーボードをやってる人でオリンピック選手クラスでこの人に世話になってない人はいないんじゃないかっていうぐらい、まあ、この人、彼が有名になっちゃったのはね、オリンピックの選手になった時に、なんかってなんかあのインタビューされて、うん、なんか
なんて言ったのか忘れたけど、なんか別にだからチッとかなんか言ったなんかそんなにチッかなんか言って、ね、あのクソみそに叩かれたんだけど、はい、俺スノーボードやってる別にスノーボードやってる人間が別にそんな反社会的って反社会的じゃないななんかその社に構えてなんか今の正面の文化をそういうちょっと斜めに見るようなスノーボードとかさ、うん、あの横乗り系スポーツってあるじゃん、はい、あのサーフィンとかっていうのはやっぱりちょっと真正面から世の中だったら、はい、銀行員とかっていう世の中の中心公務員とかって世の中の中心の真っ当なところのど真ん中ではないサイドのところでギリギリで、うん、だけど別に反社会勢力ではないけれどもっていうところのカルチャーだサブカルチャーの延長線上のスポーツだったりするっていうイメージがあるじゃないですか。そうですか。横乗り系横乗り系は大体そういうもんですよ。横乗り系ってそういうのだから腰パンだったりとかちょっとこう、うん、ね、ユニフォームを今度東京オリンピックの種目で採用になったけど横乗り系であの駒ついてるスノーボードスケートボードスケボー、はいっていうような国母選手って多分大抵の方はあのオリンピック決まった時に地域かなんか行って態度悪かったやつだよねっていうイメージしかないと思いますけども、うん、ある程度スノーボードに詳しい人間はこの人はその後自分は選手じゃなくなって指導者に回ったんだけど、うん、その指導者の世界では第一人者だったのに今回かなりのグラム数なんですよこれがねだから、うん、あの販売目的じゃないのと本人は販売目的じゃないって言ってますけれども、はい、販売目的だと思われてもしょうがないぐらいの量の大麻を、まあ、密輸しちゃってるわけでこれちょっと言い訳聞かないな彼の、 あの能力を知ってるとすごく残念ですねもったいないことしちゃったんですね で、まあ、彼らがあの割と簡単に手を出す構造も分かるのは、うん、日本ではものすごい厳罰ですけども、うん、今もうほとんどの先進国ではここがなかなか微妙なところでね、うん、先進国ではあの非常に、罰が軽いっていうか刑が軽いというかもうほぼ解禁しちゃってるところもたくさんあるんだけど、うんはい、途上国では死刑大麻で死刑になるケースはまあんまないけれどもそれでも東南アジアで捕まると厳罰であることは間違いないので、ね、で日本の法律制度ではそれは明らかに違法なんで、うん、それを知ってるはずなのにそれだけの立場のある人間がやっぱり大量に密輸っていうのはおいおいっていうのはちょっと個人的にすごい衝撃だったですこれはねなぜそれに手を染めてしまったんですかね、うん、あれだけの選手が、まあ、彼のサブカルチャーの延長上みたいなところで海外の選手で大麻やるっていうことはそんなに別にそれほどの重みになることだと思われていないっていうところが構造的にあるじゃあ海外選手との交流の中でそちらの方に流れてしまったのかこれ以上この話をするとややこしいことを言いそうなんでもうやめたやめた、はい、やめたで日韓関係いきますか、はい、で今回やっぱり、ムン・ヒサン国会議長がやってきてですねどう考えても受け入れられないだろうっていう案を日本に提示したり、うん、あるいはそのタイで、安倍首相と韓国のムン・ジェイン大統領が突然11分間の対談11分間って言ったら間に通訳が入ってますから実質的には5分ぐらい で日本側はもうとにかく徴用工に関しては1965年の日韓請求権条約をとにかく守れと、うんうん、それ以外は言えないわけ、なんて実際に日本側が言えるとしたらそれしかないので、うんうん、じゃあなんでこういう会談が韓国側の求めに応じて行われたかというと、はい、今アメリカから韓国は GSOMIA っていう日本と韓国の間で軍事機密をやり取りするに際して外に漏らしちゃいけませんよっていう条約を韓国側が一方的に破棄するということに関してアメリカがむちゃくちゃ怒ってて、うんはい、ふざけんじゃねえこらとで破棄なんか許さないっていう話を韓国側に今アメリカがものすごい勢いで圧力かけてる時に韓国としてはいや日本いやうちはやめたいんですけどうちはもうジーソミアの撤回のあのでまあ、延長したいんですけれどもでも日本側が態度を改めてくれないからっていう前提を見せたいがために日本にアプローチしてきてるっていう構図なのでそう簡単にこれは話つかないよねっていうか、はい、このままいくと多分ジーソミア、破棄という方向に今まっしぐらに向かっちゃってるけれどもでも韓国側がねそのジーソミア破棄するって勝手に言ってきたのに今それ破棄するのを取り消すからそっちもって言って
それは交渉材料するのは対国内的に、だから間違ったところで手を挙げちゃったんで、対国内的に言い訳がつかなくなっちゃってるんですよ、韓国としては。だから韓国で何にも日本側が態度が変えないのに、ジーソミアやっぱり延長しますって言ったら多分政権が持たないよね。今のムン・ジェイン政権を応援してる人たちっていうのは、割と北朝鮮に近かったりするんで、北朝鮮はジーソミアは絶対嫌だって言ってるわけで、中国も絶対嫌だって言ってるわけで、ムン・ジェインを支持する人たちもどちらかというとそんなもんやめて北朝鮮や中国と仲良くした方がいいんじゃないと思ってる人たちが今のムン・ジェイン政権を支えてるわけだから、アメリカからいくら圧力かけられて、よく考えてみたときにジーソミア破棄して韓国に得することは何もないっていうのは、論理的に考えればもう政権の人はみんな分かってるんだけど、じゃあそれジーソミア破棄はやめまして、ジーソミア延長しますって言った瞬間に、韓国国内で今のムン・ジェインを支持してる人たちが一斉に離反すると、あっという間に今 40% ぐらいの支持率って、そういう堅固な支持層に支えられてるんで、その人たち敵に回したらもうムン・ジェイン政権もやっていけないんで、だから自分から言い出したことなんだけど、でもやっぱり延長しますはきっかけがないと言えないんで、日本側にきっかけを作ってほしい。きっかけって何ですかって言ったら、例の3品目の輸出管理の強化に関して、これに関して日本側が取り下げてくれたら、韓国側としても対国内的に言い訳がつきますから、そのきっかけを作ってくださいねっていう、だけどそういうアプローチを日本に対してはしてますよっていうのをアメリカに伝えたいがために、で一番最後それは日本が応じなくても、はい、いや韓国は努力したんだけれども日本が動いてくれなかったんで結局ジーソミアは破棄することになりましたって対アメリカに言うために、日本に今回突然国会議長がやってきたり、突然10分間の、まあ、日本政府は会談と言わずに対話と言ってますけれども会談を申し込んだりっていう今週動きがあったという、そういう構造ですね。じゃあここ最近の動きは全てアメリカへのパフォーマンス、基本的にアメリカへのパフォーマンスですね。で日本がこれで応じるはずがないというのはもうさすがに分かってると思うよね。だって1965年の日韓協約の時にこの元徴用工問題に関して言うと、いやこれどうしますかと、賠償、個人賠償しましょうかって言った時に、韓国側がもう個人賠償は日本はしなくていいから、もしそういう請求があった時には韓国政府としてやるから一括して賠償してねっていうんで、で当時の政権の態度は間違ってなかったと思うのは、当時パクチョンヒ政権なんだけれども、その判断で莫大な賠償金を日本から獲得できたんで、これをてこに韓国経済発展させて、ハンガーの奇跡っていう奇跡を起こして今の韓国経済の基礎を築いて、でそれで潤って、韓国の多くの国民の人がなぜ北朝鮮よりも少なくとも豊かな生活ができているか、今の韓国と北朝鮮の生活水準、今韓国の経済が低迷してるとかなんとか言われてるけれども、実際に韓国旅行に行ったらみんな豊かにご飯食べられてるわけで、餓死してる人なんか誰もいなくて、北朝鮮の生活水準と韓国の生活水準っていうと、もう運転のそれで韓国の方が豊かになってる。原動力になったのはやっぱり日韓契約の時に日本側が支払った賠償金、だから賠償金の当時の政権の使い方としては判断としても悪くなかったと思う。で、多くの今の韓国の人たちはその恩恵を受けてるんだけれども、その恩恵を受けてるというようなことよりも、一部の、まあ、感情によっていわゆる元徴用工の皆さんが賠償請求、だから賠償請求する個人的な権利は残ってるわけだから、賠償請求がもし必要ならばしてもらいたいんだったらば、1965年の日韓協約上の約束通り、それは韓国政府にすればいいだけの話なんだけど、それはもう別の思想的な背景 で今回のやっぱり訴訟を起こしたような人たちの向こう側には北朝鮮があったりするわけで、日本と韓国を離反させて、それこそジーソミアやめさせて、韓国や北朝鮮側に韓国を寄せようと引っ張ってるような人たちが今回の訴訟の背景には間違いなくいると私は踏んでるっていうか、まあ、その解釈は間違ってないと思うんだけど、そういう思想的政治的背景があって、それに今の政権は引きずられてるからどうにもならなくなっちゃってるよねっていう、そういう構造だよね。そのまま北朝鮮に引き込めばいいのに、キム・ジョンウンさんすごい突き放しますよね、韓国のムン・ジェイン大統領。引き込むというか、もうちょっとうまく使う、北朝鮮は韓国引き込んだだけでは得はないと踏んでるんだよね。何が怖いかっていうと、自分たちの政権、北朝鮮にとってキム王朝の維持っていうのが最優先課題で、キム王朝を維持するためには韓国に味方についてもらったって王朝が維持できないわけで、キム王朝を維持するためにはアメリカから絶対に攻撃されないと、アメリカから攻撃されてフセイン大統領が
結局あんなことで死んだっていうのを目の当たりにしてるわけで、うん、イラクと同じようなことになりたくないと、はい、リビアのカダフィのようになりたくないと、うん、で同じ末路を歩まないためにはアメリカから絶対に攻撃されないという保証が欲しいと、うん、そのために、韓国が役に立つかなと思って、融和路線に入ったんだけど韓国が全く役に立ちそうもないっていうんで、うん、韓国自身ももう、うん、見切られちゃってるっていう、北朝鮮にすら見切られちゃってるんだけど、うん、今ムンジェイン政権としてはもう方針の転換が効かなくなっちゃってるっていう、うん、まあ、みんなに嫌われ、ね、なんか四面楚歌状態になってますよね。だけど自業自得っていうかね、まあ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 、自分が撒いた種だからね。だってもともとパクネ政権はその前のノムヒョン政権が作った最高裁の判事のメンバーで、実は今回の去年出た徴用工判決との前身になる前段になる判決はもうパククネ政権の前に出てる、うん、でその時にパククネ政権はこれがもし最高裁で確定したら日韓関係むちゃくちゃになるし、もともとの1965年の、日韓協約に違反してる判決だって分かってるから、うん、最高裁の判事にそれは出させないように、最終の確定判決出させないようにパククネ政権の時には引っ張ってきたのに、ムンジェイン政権になった瞬間に最高裁の判事のメンバーを変えて、最高裁の長官の首すげ替えて、はい、今回の判決出さしちゃってるわけだから、三権分立で裁判所の判断でしょっていう言い訳は聞かない、そういう判決が出るように裁判官の構成を変えちゃってるわけだから、はい、その結果に関しては韓国政府に責任を取ってもらわないと、これ今回みたいな枠組みっていうのを出してきたってある程度歴史の分かってる人は誰も同意できないよね。韓国側もアホじゃないから多分それ日本側が同意しないのは分かってるはずで、じゃあ何のためにそんなこと言い出したのかっていうと、やっぱり対アメリカに対するパフォーマンスという、それが今週起きたことの大きな流れです。はい、他にも今週はいっぱいニュースがありましたよね。あと何があったかな。イランがウランの濃縮活動再開ですか、はい、これはちょっとやばいですね。なぜかどっちかというとイランよりも北朝鮮の方が我々の感覚から言うと一言で言ってやばいっていうんで、うんうん、核開発やめさせた方がいいんだけど、アメリカの人はイランに関してはいろんな経緯があって敵対感情が対北朝鮮ってほとんど多くのアメリカ人はあんまり意識の中にないんだけど、イランっていうと、うん、アメリカ大使館人質事件っていう衝撃的な事件があってそれ引っ張ってるもんだから、うん、イランの核開発に関しては絶対に認めないって。これウラン濃縮活動再開、ここに関しては今のまんまの延長線上で言ってアメリカがそのままだ、まあ、トランプ大統領ってあんまり外国に関与したくないからあれなんだけど、これトランプ大統領じゃなかったらもしかすると対イランは武力行使がないとは言えないよね。でこれイランの濃縮ウラン濃縮活動再開っていうニュースが今週のニュースの中ではもしかすると一番おっかないニュースかなっていう気は実はしてます。はい、はい、そろそろお時間となりました。はい、今週はこのあたりでお別れです。さようなら。さようなら。